3.7cm フラック43は第二次世界大戦中にナチスドイツの使用した対空機関砲である。開戦時、ドイツ国防軍では 3.7cm フラック18やその改良型である 3.7cm フラック36、37を配備運用していたが、これらは威力はともかく発射速度や生産性に問題があった。 新型対空機関砲の開発を命ぜられたラインメタル社は削り出し部品の多かった従来型に対しプレス加工された部品を多用することで応えた。これにより工程が75%も減らされて生産性が上がり本体及び砲火の戦闘時 1250kg 輸送用ハンガーに乗せた輸送時 2000kg と旧型と比べ軽量化にも成功した。また 作動方式がガス圧作動となり80から160発毎メートルだった。発射速度が150から250発毎メートルに向上した。3.7センチメートルフラック43は連装型の3.7センチメートルフレークスウィリング43を含め7126門が生産され、旧型とともに終戦まで使われた。また、 対戦後半の対空自走砲や対空戦車の搭載砲としても使われている。ガリレオ出版グランドパワー別冊ドイツ陸軍兵器、週、ボリューム2。ありがとうございます。